はい、こんにちは、ゼロです。さあ、またしても今回雑談なんですけれども、まあ、一応テーマとしては2つかな。はい、一応話していこうかなと思います。まず1つ目がですね、 Z8、 この Z8 ね、 Z8 のファームウェアの 2.01 っていうのが公開になりましたね。はい、で、まあ一応内容としては、なんか通信関連と、まあ、一部不具合修正みたいな形ですね。で、この通信関連のなんか、フィックスっていうのはですね、どうも他のカメラなんかもね、やってるみたいで、ちょこちょこね、別の機種なんかも上がってきてますね。今日なんか D850 と D7500 なんかも、これ中身見ると、あの通信機能の、あのフィックスみたいなんで、全機種かけに行ってるのかな、なんかそんな感じしますね。で、この Z8 の 2.01 に関しては、中身一部フィックスあるんですけど、自分が一番あの驚いたっていうか、あの注目したのがですね、撮影した画像が緑色に色かぶりする場合があるっていう項目があるんですよね。そうなのみたいな。そんなの今までずっとあのバグとしてあったのかと、ね、いう感じしますけれども、まあ、緑色に関してはね、やっぱあのセンサー的にはどうしても緑色に転びやすいところ、まあ、あるっていうのは、まあ、しようがないですよね、それね。まあ、富士のセンサーはまた別だと思うんですけど、基本的にはね、RGB のうちの G が2つあるんでしたっけ、確かね。なんで、まあ、G に転びやすい、まあ、緑に転びやすいっていう、そもそもの傾向がある中、まあ、こういったあのバグがあったってことなんでしょうね。で、まあ、これが一応修正されましたってことなんで、一応ね、ニコの Z 本来の色がちゃんと出てきますよっていう、まあ、フィックスですね。これが一番自分的には大きいんじゃないかなって気しますけどね。最終的なアウトプットに直接関わってきますからね。はい。ってことで、まだ 2.01 アップされてない方は、まあ、アップされた方がいいんじゃないかなと思いますね。私はもうすでにアップしてあります。はい。っていうのが一つね。で、もう一つがですね、ここ最近ね、まあ、ちょくちょく話をしてますが、スナップ用のカメラね。はい、これですよ。まあ、野鳥撮影のシステムにおいてはね、まあもう、私の中である程度もう完成してしまったところがあって、まあこれ以上何かするっていうのは今のところないんですけどね、まあ別のメーカーのものも興味がないわけではないんですけど、とりあえずね、もう Z で今完結してしまってるので、まあなんていうか、余力があればというかね、まあなんかきっかけがあればっていうところもあるんですけど、スナップ用のカメラね、Z8 とは別で、なんかないかなと思って、ずっと探してるんですよ。で、これもね、なんか以前話はしてるんですけど、まあ、Z8 がそもそも楽しくないからっていうところが発端になってるんですよね。で、ところが、このね、あの、北斗レンダーのノクトンの 50mmF1.2 を、つけてマニュアルフォーカスで Z8 を使ったら意外と楽しかったっていうのが一つ私の中でこうある種なんか転換っていうかね、あのきっかけみたいなものがちょっと一つあって、なんかね、それまでは Z8 以外のカメラとかね検討して、まあ、スペックとか見ててもですね、あ、これ良さそうだなとかって結構いろんなカメラ見てて思ったんですよね。で、結構目移りしてたぐらいだったんですよ。あれもいいし、これもいいし、みたいな感じだったんですよね。まあ、ところが、この、ね、この楽しさ、Z8 意外と楽しいじゃんっていう側面が見えてしまったんで、どのカメラ見てもですね、あれやっぱり Z8 でいいんじゃねえのっていうふうに思うようになっちゃったんですよね。ましてや、Z8 って、Z のシリーズの中でも、ね、下のモデルじゃないですよね。もうほぼ純フラッグシップなんで、そうなると、やっぱり他のメーカーのものを検討するにしてもですね、やっぱりそれくらいの、まあ、位置づけにあるモデルじゃないと、魅力的に見えないんですよね。どうしても。あれ？やっぱ Z8 いいんじゃねって結局なっちゃうんですよ。で、それがあって、ここ最近ですね、なんか、急激に、テンションが下がってきててですね、やっぱ Z8 でいいよな、みたいなところで落ち着きそうになってるんですよね。その前までは、実は一つね、まあ、注目してるカメラ、ボディがあって、まあ、ずっと気になってはいるんですけど、今でも気になってはいるんですよ。気になってはいるんですけど、かけるコストのね、額を見たときに、いや、でも、ここまでかけるんだったら別に Z8 でもいいんじゃねえのみたいな形で、
結局なんか Z8 に回帰しちゃうんですよね。それがあってなんかこう今一歩こう踏み出せない、どのカメラ見てもあのおこれっていうようなものがないっていう状態なんですよね。はい、もしこのノックストン50の F1.2 マニュアルフォーカスっていうことをもししなかったら、ね、私が今一番気になってるボディを買ってたかもしれないんですけど、これでね生地こう Z8 の良さっていう部分がちょっと見えちゃったんで、なんかねこれでいいんじゃねみたいな感じになっちゃってるんですよね。でまだあれなんですよ、このノクトの50の 1.2 を試してから、その後オートフォーカスの Z のレンズ、例えば Z の50の F1.8 とか、あの持ち出しやすいレンズありますよね、あっちをまだ試してないんですよね。でこっちで楽しかったし、もしかしたら50の F1.8 使ったらなんかこっちの余韻が残ってて、ね、オートフォーカスの レンズ使ったとしても楽しい思いができるんじゃないかみたいなところもあるんですけど、まだ試せてないんですけど、それもあってなんかねボディを買おうっていう感じになってないんですよね今ね。むしろどっちかっていうとレンズなんかなっていう感じをしてて、でねこの50の F1.2 を買って、まあ、一つだけね、まあ、一つ、なんていうかあのすっぽ抜けてたというかね、まあ、考慮していくのを忘れてたのがピュアローなんですよね。やっぱりねこれ話したっけ、あのやっぱピュアローに対応してるセットにしたいんですよね、できればね。でそう考えると現状この50の F1.2 は Z マウントのフォクトレンダーの、ね、あのシリーズの中にはないので、まあ、これはもうしょうがないとして、もしね次に何かボディを買うってなった場合は、やっぱりピュアローに対応してるような形でシステムを組みたいんですよね。でその上で例えばこういう形で、まあ、マウントアダプターをかましても、まあ、使えるみたいな形にしたいんですよね。とりあえずそのピュアローが通るっていうかね、そっちに対応してるシステムを一旦組みたいっていうのがあるので、なんていうかそのマウントの部分だったり、で、まあ、レンズの選択肢が非常に多いものとかっていうものをやっぱり選びたいんですよね。ってことで今実は検討してるっていうかね、もともと欲しいなと思ってたボディがずっとあって、その部分も実はクリアはしてるんですよね。なので、実はすごく傾いてたんですよ。あの445売った時に行っちゃおうかなって思ってたくらいなんですよね。でもやっぱりねずっとこうネット上の情報を見てあの検討してるとですね、あのやっぱり時間かけて検討してるんで、いいとこばっかりじゃなくてなんか悪いあの情報っていうかね、そういうネガティブな情報も出てきたりするんですよね。でそれがあのちょっと引っかかったりして、あれだったらまだ Z8 でもいいんじゃねえのっていう風に結局なっちゃって、余計にこう Z8 に回帰していくみたいな感じになっちゃってるんですよね。でそうなんかそれぐらい、あ Z8 のこの満足度これ非常に高いなと思っていて、まあ Z9 のねぶっちゃけ言うと縦グリ、バッテリーグリップないバージョンなので、もう純フラッグシップじゃないですか。なので、まあ、この形のボディとしてはもうニコの Z としては最高峰なわけですよ。やっぱりそういうモデル使っちゃってるんで、どうしても見劣りしちゃうんですね。あの機能的にはね、当然どのカメラにもやっぱりいいとこ悪いところあって、特徴もやっぱりあるんですけど、でニコの、ね、Z8 ももちろんそうなんですけど、やっぱりもともとニコンの絵が好きだし、でカメラとしてのねあの操作性だったり、この持った感じとかね、この実際にこの体への馴染み方というか、なんかそういったところ、もしくはこのなんか、こうなんていうかな、精神的にこう、リンクさあのしてくれるカメラというかね、本当にこう自分と一体になってくれるようなカメラっていう点でいくと、やっぱニコンの Z、まあニコンのレフキーは自分ねそんな使ったことないんで分かんないですけど、やっぱニコンのカメラってそういうところが自分にはあるんですよね。これやっぱ人によって合う合わないってあると思うんですけど、私にはやっぱりニコンのカメラってすごく合ってるんですよ。あのこれ直感ですね、感覚的な部分ですよね。 Z50 をね最初に買って使い始めた時からねずっとそうなんですよ。 Z7 もそうだし Z8 もやっぱそうなんですよね。で一部やっぱネガティブな部分が見えてきてとかって、こういろんな流れがあって今この状態になってるんですけど、やっぱりねこれだけのモデル使っちゃうとどうしてもね他が見劣りしてしまって、
これとやっぱり趣向が違うカメラというかね、もしくは圧倒的にどっか突き抜けた部分を持ってるとかね、なんかそういった特徴がないとなかなかね、あの他のカメラに、こう、まあ、興味あってもなんかこうぐーっとこう自分の中でこう盛り上がってくるようなものがないんですよね、若干こう下火になるっていうかね、ところがあって、なので現状ちょっと今ね、あのボディに関しては控えてるような感じですかね。とりあえず今のところなんかないかなって感じなんですよね。あるんですよ、あの気になってるのあるんですけど、これでもなみたいな感じなんで、とりあえず行かないでおこうっていうのがちょっと今のところの答えですね。でレンズに関しても今のところZ 以外のなんか面白そうなレンズでピュアローに対応してて、なおかつ私があの面白そうだなって思う焦点距離のレンズってないんですよ。見た感じないんですよね。まあどうしてもこのフォクトレンダーとかこの辺に今のところはなってくるんですけど、あのね、50mm が確かね、やっぱりピュアローのリストに載ってなかったんですよね。それがやっぱりちょっと大きくって、まあなので、まあ50のね、Z の F1.8G とか 1.2 持ってるんで、まあ、そっちを使ったり、こっち使ったりって形で、まあ楽しんでいこうかなっていうのは今のところですね。何か面白そうなレンズがあるといいんですけどね。あとは、あの、ルミックスね。私自身、やっぱルミックスも持ってるんで、あっちが非常に楽しいカメラでもあるので、まあ、あっちで楽しむというのもありかなと思ってるんですけどね。ただね、このチャンネル的にね、YouTube 的にどうなのよっていうね、これからね、そのネタ的なものってどうしようかなみたいなね、ちょっと今考えてるんですけどね。なんかこう、機材を買って紹介してね、で、それがどうだこうだっていう話をするっていうのが、ちょっとなんか停滞しそうなんで、ね、あんまりその買い続けるっていうのもお金的に大変なんでできないですけど、たまにはねポロッとこう出してなんかそういう話をしてっていうね、で自分にも刺激になるしね、でなんか新しい発見とかもあるだろうしと思って、やっぱ新しい機材を買うっていうのはいいことであると思うんですけど、なんかねやっぱり欲しいもの買いたいですよね。なんか折って惹かれるものとかね、それがねなんか一気にテンション下がってしまったんで、なんかねどうしようかなみたいな感じですね。で今なんかいろいろとやっぱ噂出てますよね。今日なんかもなんかルミックスのなんか新しいモデルがどうこうって噂も出てるので、まあ、もう少し待ってね、まだニコンのねあの出るであろう新製品発表されてないですしね、なんかその辺とかも見ながら、なんか触手が惹かれるものあったら手を出していこうかなっていう感じですね。なんかあまりなんかなんていうかあまりこうなんていうかあの勢いだけでね衝動買いしてっていう買い方ももちろんいいんですけど、やっぱこうじっくりね、まあいろいろと考えていろんな情報を見てっていう風にまあ検討していくっていうのもなかなか面白いですね。もうなんか年中今ねもう朝から晩までずっとなんかその辺のこと考えてますよ、なんかだからそれはそれでなんかね、なんかこう自分の中でフラストレーションというかね、まあ、ストレスが溜まりそうな一方をちょっと楽しい部分もあったりして、まあ、こういう時間も楽しめるぐらいじゃないと、やっぱこういうねカメラのをこう写真を撮る楽しみじゃなくて、こうカメラの機材って部分を楽しんでいくっていうのは、まあ、できないのかもしれないですよね。はい、ということで、まあ、ちょっと気長にね、次のまあボディだったりレンズっていうのは選んでいこうかなというふうに思っております。はい、でまあまた動画ネタになりそうなことがね、まあ、そういった機材以外でもあればですね、まあ、今日みたいな形で、まあ、少しずつ話をしてみようかなというふうに思いますので、はい、もしよろしければチャンネル登録などしていただけると非常に嬉しいですね。はい、ってことで今回はこんな感じで終わろうかなと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。